あのフランスとイギリスの間を海の下トンネルを掘ってですね、ユーロトンネルっていうのが通って、ユーロスターっていう新幹線みたいな電車が通ることになったんですが、それの発着の駅が最初はこのウォータールーだったんです。でそれが変わりまして、今はセントパンクラスっていう、北の方の駅になったんですけれど、もともとのユーロスターの発着駅です。じゃあこれから進んでいくと、今度右の方、建物が途切れたところから観覧車、ロンドンアイって呼ばれる観覧車が見えてきますから、この観覧車は2000年になった時のお祝いの行事の一環として作ったもので、高さ135メートルありまして、カプセルが全部で32個ついてるんですけれど、1つのカプセル